こんにちは、センター CLR のビデオ、メイキングアーカイブ IL2C の 6-7、第7回ですね、続けてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、そうだな、ちょっと待ってくださいね。すいません、ひょっとして見えてはまずいものが見えるかもしれないので、ちょっと一旦画面を切り替えましたが、これですね、前回、今後、どういうところをやってったらいいかみたいなのをまとめたやつがこれですね。で、ロング、前回やりました。これですね。これ、ロング、やりましたね。で、この後ですね、こっちをやるか、あるいは引数のサポートをやるかなんですが、ちょっとね、ロングのこと考えてて、ちょっと一点引っかかったところがあるんで、そっちを先に潰してしまいましょう。で、ビデオがね、だんだん長くなってんの、一回ごとに、長くなってんのがすごいちょっと気になっているので、できるだけ短くなるようにしたいなと思いつつ、ちょっと取っかかりの部分は、いろいろ本当に幅広いことを説明しながらやってるんで、どうしてもちょっと長くなってるっていうこともあるかなと思うんですが、できるだけ、見やすくなるように、さすがにね、2時間とかやると、こっちの喋る方も大変ですしね、多分見る方も、時間取って見なきゃいけないってことで大変だと思うんで、ちょっと時間、できるだけ短縮できるように、頑張らないように頑張ります。よろしくお願いします。で、ちょっとロングで引っかかってましたみたいなことで、ですね、何が引っかかってたかというと、今、テストコードが、ごめんなさい、これですね、ロングのテストって、1と2を足して3を返すみたいな、こういうコードを書いてたんですが、これが実際どういうコードに落ちたかというと、IL 上ではコンブ I8 を使って、で、その、イント3人の1とか2とかいう値が、その64ビットのイント3、じゃあイント64の1とか2とかいう値に、そのコンブ8命令を使って拡張されてるみたいな、なんかそんな感じになってたんですよね。IL スパイで見直すとですね、これかな？これですね。はい。このコンブ I8 ですね。これ LDC-I41 っていうのは I4 ってついてるわけで、32ビットの、4っていうのは4バイトっていう意味ですね。32ビットの整数がスタックにプッシュされます。で、その後そのスタックの値を、I8 なので、8バイト、つまり、64ビットの整数に拡張してるんですよね。これって、この2つの命令で、結局、64ビットの1っていう値がスタックに積まれている状態を作り出してるんですけれども、それはですね、もともとのこの整数の値が1だから、こういう手法が使えるんですよね。仮に、ソースコード上で整数値をもっともっと32ビットよりでかい値のものを指定した場合、ここってどうなるんでしょうねって、LDC-I41 では表現できなくなるはずなんで、ちょっとそこの部分が引っかかりました。なので、ちょっとそれを試してみましょうかね。はい。でかい数字って一言で言うけど、どんな感じになるのか、ちょっとよくわかんないですね。これもう一個、なんかこの辺もテストコードが似たようなのが増えてくるのはあんまりよくは良くないなと思うんですが、イント64
ラーチバリュー、メインボディとかいう名前にしておきますか。で、ここ、まあどう考えても、32ビットでは収まらないようなでかい数字にしておきます。で、こっちもですね、まあちょっと安直ですけど、まあこんな感じにしておきますか。そうすると、リテラル値としても、そう、花から32ビットにならないですよね。これって一体どういう、IL に落ちるのか、ちょっとビルドして確かめてみますね。はい、ビルドできました。IL スパイの方をリロードします。で、ラージバリューのとこ見てみます。はい。おー。LDC-i8 っていう命令使ってますね。で、オペランドがありますね、この命令ね。で、オペランドに60ビットの整数があると。で、LDC-i8 っていうのが何なのかちょっと見てみましょうか。まあ、大体見ての通り、要するにあの60ビットの整数の値を直接、あのオペランドの値を直接プッシュするってことだと思うんですけど、一応確認しておきましょう。はい。スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。値、ナムがスタックにプッシュされます。以上。はい。そうですね。で、上見ると、形式として、0x21 がオペコードの、バイトコードの値ですね。で、オペランドとして、イント64の値、これ切れてますけど、イント64の値がオペランドに指定されますってことですね。ナムをイント64としてスタックにプッシュしますと。ほうほう、なるほど、みたいな。ということは、まあ、この、今現状の、コードでやると、多分、ダメですね。ちゃんとしたコードが出ないはずです。なので、ちょうどいいので、これに対応させるために、テストコードも、追加して、ちゃんと やってみましょう。まあ、ベタですけど、コピーします、テストコードを。コピーします。byint64largevalue とか、まあちょっと違う名前にしておきますね。で、ここ、int64largevalueMainBody というメソッドのメソッド情報、メソッドインフォを取り出してきてんで、あとゴニョゴニョと変換させると、どうなるかというと、まず、メソッド名はこれになるはずですよね。で、あと、こういう風になり、ここの部分ですね。ここの部分が、ソースコードに書かれている通り。まあ、ただし、後ろ LL ですけど、C の場合 LL になりますけど、こういう感じ、123456790123456LL と。で、同じように、こっちも、23456789012345671LL と。まあ、あとは、同じになってほしいですよね、想定されるその出力結果として。まあやってみましょう。まあこれはまあもちろん LDC-i8 に対応してないのでエラーになるはずです。はい、なりましたね。なってますね、テスト。で、エラーの内容を見ると、key not found exception なので、まあそもそもコードが見つかってないので、まあそこでエラーになってると。じゃあ早速、IL コンバーターを追加しましょう。LDC-i4 がありましたよね。確かね、書いたコードに。LD-LOCK、あと BRS リターン、あれなかった。一番最初かな。ST-LOCK、あ、LDC-i41 とか i42 とかありますね。この辺のコードを解釈して、で、まあこの辺にでも入れておきますか。名前は LDC-i8。間違えた。7じゃない、8。うん。こういうコンバーターですね。で、オプコードが、LDC-i8 ですよ。こんな感じですね。はい。で、ここで、この命令はオペランドが来ますよね。オペランドが。
で、オペランドの値は、64ビットの整数が入ってるはずですよね。ここのアプライに来た時点で。ちなみに、僕ら、その64ビットの整数をどうやってオペランドに渡してくるのかっていうところがよくわかってないのは当たり前で、それは僕らがちゃんとやらないといけないけど、そんなコード書いた記憶はないので、ここはそれは後で考える。とにかくアプライに、これオブジェクトなので、中はイント64の値で、オペランドのその、64ビット整数が入ってくるはずと。なのでここでプッシュするのは64ビットの整数なんですが、ここはですね、LDCi8 だよね。一番単純な方法。こういうことですよね。いいのかな、これ本当にって気が、なんとなくはしますね。何を言ってるかというと、LDCi41 とか2とか使ってるときには、その後にコンブ i8 っていうので、その64ビットに符号ありで拡張される。で、その時に LL って文字列でつけてるんですよね。なんかこう嫌な感じがしますね。LL をつけてるところ にちゃんとした法則性が、今僕らが書いてるコードに法則性がないので、なんかちょっと嫌な感じがするんですけど、どういう法則性に至るのか。今やったのが LDCi41 とか2と、それから LDCi8 だけなので、もうちょっと他の例を見てみないと、本当はどこで、この、64ビットのための、リテラルのこの LL をつけるべきかっていうのが、ちょっとまだよく見えていないので、とりあえずこうしますか。多分あと1命令か2命令ぐらい、なんか、このあたりのことに触れようとしたときに、なんか、ここで LL 追加すべきだね、みたいなのがわかるような気がします。なので、今のところはこうしておくと。そうすると、オペランドに数字がやってきたら、そいつに、これって自動的にトゥーストリングされているので、他の例もそうですけど、こういうことですよね。こういうことなので、後ろに LL をつけて、で、そいつがスタックにプッシュされるという流れですね。LDCi8 コンバーターの実装としてはこれでいいはず。はい。で、どうですかね。これ、動くかと言われると、オペランドがさっき言ったようにどっから来るかよくわかんない。オペランドって、そもそもどう来るんだっけみたいなのは、第2回か3回ぐらいでやったような気がするんですが、オペランドはですね、デコーダーの中、そうですよ。オペランドタイプを見て、あれですね、BRS を対応させるために、ショートインライン BR ターゲットというオペランドタイプに対応させたんですよね。その時は、IL バイツから1バイトだけ、8ビットの値1バイトだけを取り出して、それをオペランドとして、で、IL データを作ったと。それ以外のものはみんなオペランドなしっていうので IL データ作られているので、今のままだと LDCi8 はオペコードは認識するけども、オペランドが抽出されずにいっちゃうので、あとおかしくなりますね。まあ一応動かしてみますか。別に動かしたって何かがぶっ壊れるわけじゃないので、動かして刺さることが確認できればいいかなと。はい、動かしてみます。はい。出ないかな。なんか、キーノートファウンドエクセプション。そうかそうか。違うとこでエラーになってるのかな。多分、LDCi8 の次で刺さってるんですね。レコードがうまくいってなくて、これですよ。これの、リトレインディアンなんで、多分なんか、回、いくつかの数字の16進数でいうところの回、8ビット分か。8ビット分な数字がオペコードとして認識された結果、そのオペコードを該当する、IL コンバーターがなかったんで、多分それで辞書から引けずに、刺さってるみたいな感じですね。はい、じゃあ、ここのオペランドの部分を、なんか、
何か対応させなきゃいけないんですね。これ多分ここへ来るはずなので、ここにブレイクしときましょうか。あー、ダメかな。オーケーランドタイプちょっと一回確認しましたね。はい、オペランドタイプはいくつか種類があります。今対応させているのはこれだけですね。 The operand is an 8-bit integer branch target、うん、8bit の、 その分岐先ターゲットを表す数値ですと。でですね、それ以外の今オペランドが指定されてないものばっかり今まで扱ってたんですよ。それって実はこれですね、このインラインナーになってるんですよ。で、ノーオペランドと書いてありますね。だから、オペランドがない命令ばっかりは、命令は、全部このインラインナーになっているので、まず、それをちゃんとやっておきましょう。このケースで、はい、オペランドタイプ、インラインナーにします。で、インラインナーはオペランドないから、まあこれと一緒ですよね。こんな感じになりますと。で、じゃあ、インラインナーでも、ショートインライン BR ターゲットでもないものが来た場合って、デコード不能なので、今のところはデコード不能なので、ここスローしときますか。インバリッド、まあオペレーションか。適切かどうかわからないですけど、まあ、例外スローしておきます。で、今回 LDC-I8 がデコードされると、多分このインラインなんでも、ショートインライン BR ターゲットでもない何かでここへ来るはずなんですよ。なんで、ちょっと動かしてみますね。デバッグ。あ、来ましたね。はい。で、じゃあ何なのこの時の、オペランドはと言ってみると、はい。インライン I8 になってますね。ああ、おお、なるほど。その I8、要するに64bit の値になってるみたいな、なんとなくそんな感じがしますね。もう一回、このオペランドタイプの定義を見てみると、インライン I8、どれかな、これですね。インライン I8。The operand is a 64bit integer。まあ、そのままですね。なので、これに対応させれば、LDC-I8 のデコードがちゃんと正しく行われるようになるということで、足しましょう。ケース、オペランドタイプ、インライン I8。で、この場合、どうなるかというと、大体これと同じだけども、この IL バイツから、8バイト分取り出して64ビットの値を構成する必要があります。それは、コンバーター、あ、なんだっけな、ビットコンバーターだったかな。あんまり使わないんでね。ビットコンバーター to int octon とかでできないかな。ああ、そうすると、バイトの配列を受け取って、開始インデックスを指定すると、そこからロングの、int octon、ロングの値を構成してくれるというメソッドがあるので、これを使います。インデックスは、まあ、こんな感じで、その、配列の中から、配列のどこから、その8バイト値を取り出すかっていうのを指定できるんですね。ですが、まあ、いつもはこれ、インクリメント演算子でインクリメントしているので、忘れずに、プラスイコール8で、64ビット分、8バイト分、インデックスを進めておく必要があります。これでいいかな。で、これ、ケースの中のオブジェクトなので、オペランドがチョークしているというようなことを言われているので、あ、めんどくさいな。この辺なんか C シャープめんどくさい。めんどくさいので、ですが、まあしょうがないので外出ししときますかね。こんな感じで。で、こうしますと。ほんでいいかな？あ、いいですね。
はい。で、インライン i8 の場合は、トゥイント64して、そのオペランドを、まあ、入れるみたいな感じにできると。うん、いいですね。このオペランドタイプも、あといくつかありますけど、あと10種類ぐらいありますけど、まあこんな感じで、スイッチケースをか増やしていけば対応できるっていうのがなんとなく見えてきましたね。まあこれ、多分、アイルコンバーターによって、どうやってそのオペランドを抽出するかっていうのが変わってくると思うんで、まあ、多分ゆくゆくはあっちの方へ実装を、リファクタリングで移動した方が、まあ綺麗になるんじゃないかなという感じですが、まあ今、まだこれで置いておきましょう。これでデコードもできた。それから、実際にアプライの操作もできてるはずなので、まあ早速動かしてみますかね。まだ足りない要素、ひょっとしてあるかもしれない。まあランしてみますか。さあどうかな。お、通りましたね。通りましたよ、一発で。素晴らしい。いいですね。他デグレ起こしてないか。今共通部分いろいろ触ったので、大丈夫ですね。ランオールしても全部通るので、デグレも起こしていない。ああ、いいじゃないですか。そうするとですね、話を戻すと、コンバータテストで、1たす2とかじゃなくて、こういうでかい数字ですね、を扱う場合でも、64ビットについて問題なく、処理できているというのが確認できたと。まあ、これができるんだとね、32ビットの値の範囲の中に収まっているけど、でかい数字っていうのもなんか当然試してみたくなりますね。まあ、ついでにやりましょうか。まあ、ついでになんて言ってるからなんか時間がどんどん長くなるのかもしれないですけど、まあ、やっちゃいましょう。32ビットのテストコードコピーします。int32 large value とかにしときますか。で、テストコード、あ、ごめんなさい、間違えてます。こっち。まず、int32 large value main body と、int32 large value summation test。それから、int32 large value main body。イント3にラージバリューメインボディというふうに、まあ、名前を変えておきますね。メソッド名、関数名変えておきます。そして、ここ。ここを、1、2、3、4、5、6、7、8ぐらいでいいかな。3、4、5、6、7、8、9。みたいにしときますか。これ、イント3にの値に収まっていますね。インテリジェンスによると。うん、大丈夫な感じですね。で、まあ、これで、でかい数字について扱えると。これが、IL 的にどうなるか。1たす2の場合は、LDCI41 とか、LDCI42 とか、そういう、固有の命令でやってたんですけど、これはね、多分、LDCI4 とかあって、それでやるようになるんじゃないかなって気がします。まあ、ちょっとそのままやりますか。これをそのまま、実際の C のコードでもこうなってほしいですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、9 と。こういう感じですよね。になってほしいですよね。まあちょっとテストをこのまま走らせてみますか。うん、まあ予想通りダメでしたね。で、何かっていうと、エラー内容何かっていうと、キーノットファウンドエクセプションになっているので、まあやっぱりなんか、オフコードが拾えてない感じですね。これ、実際どういう IL になっているのか、IL スパイで見てみましょう。int32 ラージバリューメインボディの内容を見ると、まあ、この辺ローカルズ一緒ですね。で、ああ、やっぱりそうですね。LDCI4 というオフコードがあります。これは LDCI41 とか、LDCI42 とかとは違うオフコードで、こいつらはオペランドを持っていると。で、オペランドの、直値ですね。この int32 の直値が直接スタックにプッシュされる。32ビットの値としてプッシュされる。あとはまあ、なんかパッと見た感じ一緒ですね。ということで、対応の方針としてはさっきやった64ビットと全く一緒で、
IL コンバーターの LDC-I8 っていうのでと、まあ、もうほぼ一緒で LDC-I4 というのを追加します。 LDC-I4 コンバーターこうですね。で LDC-I4、うん、こんな感じですね。でオペランドには 32bit の整数がやってきますよね。いや、やってこないんですけどね。オペランドは対応してないですね、ちゃんと。まあ、それはこの後やります。まあ、やってくると仮定して、その値が、まあ、そのままプッシュされればいいでしょうと。プレフィックスはつける必要はないですね。まあ、C の場合ですね、L をつけるとロングとして扱われる、まあ、ロングが何なのか、っていうのはプラットフォームによってまちまちだったりするので難しいですけど、どうなんだろうな。なんかまあ最近のコンパイラーはいいかもしれないですけど、昔はですね、組み込み系とかだとイントがね16ビットだった頃もあるんですよ、あの環境によって。だそうするとイントを32ビットとして扱ってるとハマったりするっていうようなことがあるので、あのイント32t とかにちゃんと合わせてあるんですが、プレフィックス、プレフィックスじゃないですね、これポストフィックスかかまあまあ名称なんてどうでもいいのか。後ろに何をつけるべきかってなんか微妙ですよね。 L とは何かみたいな、LL とは何かみたいなのがあるので、まあなんかちょっと迷いますけど、まあそれはまあちょっと宿題ってことにしておいて、まあここではそのままじゃあイント32の値をそのままプッシュしますか。でそうするとまあポップする側では、例えばフォーマットしたりしてるので、こういう感じでフォーマットしたりしてるので、ここに直接32ビットの値、あのイント32の値が来てフォーマッティングされると、ここに、その値が挿入される。まあ流れとしては良さそうですよね。なのでこんな感じにしておきます。以上じゃないです、オペランドの対応しなきゃいけない。まあ IL コンバーターはこれでいい。でこっちですね、ここデコーダーの実装のオペランド見てるとこなんですが、これインライン i8 っていうのがあるってことはですね、32ビットに対応するのもあるような気がするわけですよ。こう見ると今のが、インライン i8 ですね。これをザオペランドイズア64ビットインテジャー、 i4 っていうのはないですけど、インライン i とかいうのがありますね。でこれ見ると32ビットのインテジャーなんで、要するにこれですね、これが来るので、コンバーターで、ここで全く同じように、もうこれコピペしますね。はい。で、インライン i が来た場合と。で、これビットコンバーターに2int32 があるので、これを全く同じ流れで使います。で、インデックスのサイズは4になります。ここ、できるんかな。サイズとかってあるのかな。イントのサイズとか。ないか。サイズオブないん、あ、あります。あったっけ。あ、そういうのあったか。もうめったに使わないか覚えてないですけど、これでいいかな。これならより、その意味が明確になりますね。ロング、こうか。こうですね。あ、いいじゃないですか。これでいいか。インデックスもここで変換されたら、4バイトですね。まあ4って入れてもいいですけど、サイズオブイントって書くことで、まあイントという型 に合わせてインデックスが、プラス4されると。こんだけじゃないですか。いけるような気がします。はい、いきましたね。で、他もデグレしてないので、これでいいと。はい、ということで、IL じゃない、テストにおいて、なんか大きい数字ですね。大きい数字の場合、出力される IL が変わっていると。で、それに対応するコードがちゃんとできたってことになりますね。うん、だんだん柔軟性が増してきましたね。それと同時になんかちょっとリファクタリングしたいようなところも増えてきた感じがします。はい。っていうのが、ちょっと気になってた部分です。一旦これを、コミットしておきます。
ペット、サポート、ラージ、ナンバー、あ、ラージ、リテラル、ナンバース、みたいな風につけておきますか。うん、はい、いいですね、はい、よし、で、これで話を戻します。すでに30分ぐらい使ってるのかなで、まあようやくこれでロング、なんか実はねマイナスの値やってないよねとか思うんだけど、マイナスの値多分動くような気がする。まあなんかテストコードは追加したいなって気持ちはちょっとありますけど、まあとにかく、ロングについてはまあ多分いい感じになってるかなと、32ビットの方も含めて。で次ですね、8ビットとか16ビットとかやってもいいかなとは思うんですが、もうほとんど今と一緒の流れですよ。バイトとそれからショートとかあのあたり、まあそれから符号なしですとかやってもいいかもしれないですよね。uint とか ulong とかもやってもいいかもしれないけど、基本的にまあ今のあのやつをそのままちまちまやっていくだけです。今と同じような感じで。なんでちょっとここはまた趣向を変えて、この引数のサポート、こっちの方行きますか。これですね。で目標としては int1 個とか int2 個の値が引数で指定できるような、なんか、そしてそれに対応する C の、コードがちゃんと、引数を、渡せるような C のコードができる、みたいなことを、やっていきましょうかね。はい。では、引数ですね。そうですね。なんか、まずね、引数渡すと一番最初実は引数ちょっとあったんですけど、全く使わなかったので削除して、引数なしで今までずっとやってきたんですが、まあもう一回そんなような同じような感じで、引数のあるメソッドを定義して、それがどんな IL になってるのか、確認し、それから考えますか。なんか、int3 にメインボディがテストとしては一番シンプルなので、これを使いますね。はい。int3 に withArguments メインボディみたいな名前にしときますか。で、シンプルオーバーオールバイ int3 に withArguments サメーションテストと。で、どんなのにするかっていうと、もうなんかこれあれじゃないですか、1と2の値、じゃない、A と B を足して C を L みたいな、なってるじゃないですか。そうですね、まず、まあ、こんなんでいいんじゃないですか。int A と int B は外部から与える。で、その値を足して、こうですね、外部から与える、で、A と B を足して、C を計算して、それをリターンすると。こういうメソッド。これが、どういう C のコードになるのかってことですよね。で、見ていくと、多分、まあ、こう名前は変えないといけませんね。名前変える。これ今までボイドだったところが、何か引数を受け取る。int a と int b みたいな感じで、値を受け取ります。で、これどうなるんでしょうね、IL 的にね。int32 t ローカル0。これとこれが今までは固定的に1と2を代入してたんですよね。まあなんかこれがなくなるような気がしますね、こんな感じで。で、当然、この直置を代入している、これもない。なので、ああ、なるほど、なるほど。
何をなるほどって納得してんだよお前ちょっとなんかやや深い考えることがちょっとありますね。まずね、そもそもまあこれローカルヘンスってローカルヘンスの名前って取れなくなるじゃないですか、 C シャープの。なのでローカル0とか1とか名前を付けてるわけですけど、多分ここの名前はこうなる。で、多分これローカル1が返される。そして、これ0ですね。で、ここがどうなるかっていうと、まあ、A たす B みたいになるわけですよ。多分だけど。こういうイメージ。感覚的には。で、この引数の名前、シンボルの名前は取れるのみたいな話があって、これね、実は取れるんですよ。リフレクションでも。で、なので、多分この名前は、ちゃんと、この C のコードの中にも、こういうふうに A たす B みたいな感じで反映できるような気がします。多分、取れるよな、多分。きっと、取れる。ような気がする。かもしれない。まあいいや、やりましょう。まあ理想としてはこんな感じと。まあちょっと変形されたとしても、等価なコードになれば問題ない。っていう感じですよね。はい。で、まあテスト発射してみます。まあエラーですよね。それはなりますよね。で、何のエラーが出ているかというと、キーノットファウンドエクセプションなので、まあまた新たなコードが発生したんだろうみたいなことがなんとなくわかりますね。じゃあ、これのアイルを見てみますね。アイルスパイ。はい。まあ、だんだん増えてきましたね。なんか、ちょっと、分けたりしたいかなって気もちょっとしますね。With arguments、これか。これですね。はい。まず、このメソッドには引数があります。今までなかったんですけど、で、引数、int3 になってますね。で、これ A と B って書いてあります。ILSPY は、非常にそのあたりちゃんとやってくれて、こういうローカルヘンスの名前とかも、シンボルファイル、PDB ファイルからちゃんと読み取ってきて、ここに C と表示されるので、リフレクションでこれらの名前が取れるかどうかはまだわからないけど、確か取れたはずです、パラメーターは。ローカルヘンスはダメだけど、パラメーターは取れたような気がします。で、まあ、少なくともこの2つについてはわかる。それから、ローカルヘンスは思った通り、2つ減ってますね。で、2個になってる。相変わらず謎の、フィールド、名前なしフィールドが作られてますけど、まあ、これと C と。それから、中見ていくと、先頭にノップがある。まあ、これはもういいですね。で、最初にロードアーグという命令がありますね。ロードアーグ0。それからロードアーグ1。そして、もう、アットですね。まあ、なんとなく、このロードアーグって、ここの引数の値をスタックにプッシュするんじゃないみたいな感じですね。これ、MSDN で確認してみましょう。来ました。なんか遅かったな。これ2008に切り替えて、はい、来ましたね。説明を読んでみましょう。はい、形式としては、0x02 がロードアーグ0ですね。で、引数0をスタックに読み込みます。まあそのままですね。インデックス0の引数値がスタックにプッシュされます。インデックス0の引数値。そうなんですよ。引数も基本的に、IL ではですね、シンボル名で区別してるわけではなくって、あくまでもその引数の並びの、前から順番に0番、1番、2番って番号をつけていて、で、それの、インデックス0ってことですね。そいつを取ってくるっていう風になっています。まあ、それだけのことです。なので、
と、ちょっとこれを戻しますね。はい。なので、ロードアグ0は0番目の引数、先頭の引数ですね、これ。そして、ロードアグ1は1番目の引数、だからこれ。これらをスタックにプッシュします。そして、アットなんで、まあ、あとはわかりますね。アットされて、結果がスタックに積まれているので、stlock で、stlock 0なので、ローカル変数領域の0に格納する。まあ、あとはなんか、いつも通りのよくわかんないコードが、なんかあると。まあ、まあ、結果はわかりますね。はい。ということなので、ここでやるべきことというのは、ロードアーグ0とロードアーグ1に対応させればいいってことがわかります。やりましょう。IL コンバーターの、まあ、LDC とか、STLock とか、LDLock とかありましたね。まあ、この辺のメモ、なんていうんですか、命令のファミリーとしては、ロードロックみたいな感覚ですよね。これ、ロードロックは、ローカル変数領域からって意味ですけど、ロードアーグは、引数からみたいな。まあ、かなり似た感じですよね。はい。なので、どうしよっかな。ロードロックの下あたりに持っていきますか。ここら辺に新たに、ロードアーグ。ゼロコンバーター。ロードアーグゼロコンバーターを足します。まあ、1は多分ゼロの実装と同じようにやればいいってわかるので問題ないと。で、アプライ。これどうするかですね。引数ゼロの値を取ってくるためには、スタックにプッシュするものって、そのゼロに沿って、インデックス番号0に相当する引数のシンボル名をここにプッシュしないといけないですよね。そうすることで、テストでいうところの、これ?この A とか B とか、なんかこういうが、これ、それぞれのそのこの引数のシンボル A とか B を、参照すると。いう関係性ができるわけですよ。C のソースコード上で。なので、この A とか B とかがちゃんとわからないといけないと。で、ところが、この IL コンバーターのこのアプライの中からは、それわかんないですよね。手元に情報ないですよね。最初に言った通り、おそらくリフレクションでパラメータのシンボル名は取れるはずだという話をしたんですけど、パラメータに関する情報ってここには何もないので取れないんですと。さあ、どうしようかみたいな話になったんですが、まあ実は多分ですけど、アプライの処理をするのに、その辺の情報にアクセスできるものが必要になる。まあ、例えば引数で渡すとかですね。だけど引数で、どの、パラメータを使うとかっていうのはわからないので、引数に渡すのにダイレクトにその A っていう文字列とか B っていう文字列を渡すようにはできないですよ。内部で何を使うのかわかんない抽象の IL コンバーターっていうか抽象クラスに定義されているので、このシグネチャー。なのでどうしようか。そうですね。まずアプライを呼び出しているところ。これかな。コンバーターでアプライ呼び出します。そしてこいつが、ちなみにこれ今 IL データのアプライを見てます。IL データのアプライは自分がオペランドの値を持っているので、それを一緒に渡してる流れなんですけど、ここにもやっぱりパラメータの情報はない。ので、まあ実際ここも引数になんかそれを渡して、こう横流ししてやるような必要が。あると思います。じゃあ、こいつ呼び出してるとこはどこかというと、ちょっとこっちに実装の方がいいかな。はい。ここですね。スタックは、ここでスタックを入手して、で、それを渡してるんですね、アプライに。で、イメージ的にはここに、パラメータズみたいなものが、まあ、ちょっと名前があれですけど、まあいいや、パラメータで。みたいに渡してやって、それが最終的に IL コンバーターの中まで渡り、で、そこからパラメータの情報を引き出せると。
いうような感じにすればいいんじゃないかなと思います。いいのかな、本当にそれでね。まあ、ちょっと一抹の疑問がありますよね。これ、他にも渡さなきゃいけないものが今全然見えてないですけど、なんかあるんじゃないかっていう気はしますね。今後出てくる命令を解釈するのに、他にもいろいろ渡さなきゃいけないんじゃないかって気がする。どちらかというとですね、こうやって引数を増やしていくと、そのためにあの規定クラスのあのアプライの定義をどん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 増やしていかなきゃいけなくて、その度にものすごくたくさんあるあの IL コンバータの実装全部修正しないといけないんですよ。まあ今もそうなんですけど、これパラメータズって追加したら全部の IL コンバータにパラメータズって追加しないとあのビルド通らないんで、やらなきゃいけなくて、これは大変だと。もしまあパラメータズは今シコシコやったとして、今後なんかもうあと1個なんか情報がいるって話になった時に、それをなんか対応するのってまあかなりめんどくさい話になりますよね。その頃になると対応している IL コンバーターもすごい数になってるかもしれないので、ここまあ本当はあんまり早まってやりたくないんですけど、なんかそういう可能性がありうるので、ここはね、今までこのスタックをそのまま渡してたんですけど、そうじゃない、なんか抽象的なというか器となるあの入れ物1個用意して、その中にスタックとパラメーターの情報をあの入れて、それを引き渡すようにすれば引数の数は1個になりますよね。そういう感じにちょっと改造しましょうか。まあ論より証拠というかですね、あの多分お見せした方が分かりやすいと思うので、ちょっとこれここに書くのはまずいかな。ちょっとクラス定義の位置は後で変えることにして、こういうことです。そうだね、アプライコンテキストみたいな名前で、まずこれでスタックが用意できた。そしてリードオンリーパラメーターね、どういう情報があるのかというと、あ、まあでも今はシンボルが分かればいいのかな。あ、型が分かった方がいいのかもしれないですね。ちょっと迷いがあります。じゃあリフレクションにパラメータインプっていうのがあるんですよ。これの配列、これが、引数の並びを表していると。でこいつをパラメータズというので参照できるようにしておきます。ライコンテキストで、まあ、スタックはね、あの自分で入するんでいいんで、パラメータインフォは引数で渡してもらって、そいつを保存しとくようにします。こういう感じですね。でこの今作った、アプライコンテキストを、今までスタックを直接作ってスタックを渡してたところに代わりにこんな感じで生成し、これをアプライに渡すという流れです。こうしておけば、新たに何か情報がさらに必要になったっていう場合も、このアプライコンテキストの中に、それを追加したりとか変更したりとかすれば影響範囲は最小限にできますね。ということでこんな感じにしましょうと。あ、そんで、アプライコンテキストにそのパラメーターを渡さなきゃいけないんですけど、パラメーターの情報群を、それどっから取れるかというと、メソッド、おー、ボディではないですね。ここボディにはないんですよね。これメソッドインフォ取れるかな、ここから。ちょっと覚えてないですけど。
ビッグレアではないですね。ボディは、ああ、取れないですね。そうか。しょうがないですね。じゃあ、まあ方法はいくつかありますけど、ここに、とりあえず、こんな感じでパラメータが渡ってくるっていうふうにしてお茶を濁します。で、これがそのままアプライコンテキストに渡されて初期化ができ、このコンテキストがアプライに渡されるという流れにしておきましょうか。で、さらにこいつを呼び出しているところ、これですね、ここにそれを渡さなきゃいけないんですが、ちょっと長くなるので改良します。メソッドの、get parameters っていうのがあるんですよ。もう呼び出すだけですね。これでメソッドの引数に関する情報が、字が小さすぎる。パラメータインフォで渡されてくるので、こいつを、内部のこのコンバートっていうのに渡すことで、ついつまが合うと。ちょっとね、これ名前が紛らわしいんで、インターナルコンバートとかに名前変えておきますか。はい、こんな感じですよね。そうすると、こいつの呼び出し元、コンバートの呼び出し元はもう互換性ある。この引数変えてないので、リファクタリングしなくても大丈夫。あとは、アイルコンバーターをちまちまと直していけばいいという感じですね。で、アイルコンバーターの方は、すでにもうかなりの実装増えてきているので、まあちょっと直すの大変ですけど、この1回だけ直せば、あとは、アプライコンテキストを直していくだけでいいので、まあ頑張ってやりましょう。ここですね。スタックの代わりに、アプライコンテキストを渡すように修正します。で、切って、一定の、メソッドが、まあ、こんな感じでアブストラクトで宣言されました。じゃあ順番にノップからやっていきますね。これ直します。ノップは何もしないので影響なし。それから、コンブ i8 ですね。コンブ i8 の、これは、これスタックはコンテキストの中に入っているので、エバリエーションスタックっていうふうに書き直しておきます。こういう感じですね。まあこんな感じで全部直していけばいいわけです。この辺ね、ビデオなんで、実際のところ編集して、もう全部直しましたみたいな感じでカットすることもできるんですけど、ちょっと残しておきますね。なんでかっていうと、このリファクタリングの過程でどれだけその変更にコストがかかるのかとかいうのの肌感覚みたいなものは、なんか分かった方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、このビデオを見てる方がどういうレベルの人たちかわかんないですけど、まあ、もし、こう、なんていうんです、まあ、メタプログラミングというかですね、そういう、例えばコンパイラの実装系とか、なんか、処理系というかね、なんかそういうのに興味があって、なんか、なぜかこのビデオにたどり着いたっていう人が、もし眺めているんであれば、まあこういうところにも、なんかその、感覚的なものとしてどのぐらいコストがかかりそうなのか、実作業として、というのが、こう、見てるうちに、あ、結構なんか単純な作業なんだけど、結局時間かかったよねとか、なんかそういうようなことがなんか見てて分かってもらえると、なんかいい経験になるんじゃないかと思って、わざと編集せずにこの辺り残しておきますね。エバレーションスタック、こいつもコンテキストのエバレーションスタック、これもですよね。ロードロックゼロとかも機械的に変えていけばいいですね。まあ、これ、あれですよね。
多分ですけど、あのエディターの置換機能でやってもいいかもしれないですね。ちょっと一部大丈夫かなっていうのは、あの気になるところなんで、今手動でやってますけど、ドアグゼル来ましたね。これは後で直さないといけないですね。ちょっとあの残しておきますね。わざとエラーで、わあの残しておくと分かるので残しておきます。で、あと、これいっぱいあります、ね。では使ってない。で、こここんな感じですね。で、戻りちょっと一回保存して、で戻ります。さて、ここでコンテキストの中にパラメーターインフォがの配列が入ってるわけですよ。で、やることは評価スタックにプッシュするんですけど、ここのシンボル名を取り出さなきゃいけない。今やってるのは、ロードアーク0で0番目の引数って分かっているので、固定的に、コンテキストの、パラメーターズの0番目のネームというプロパティにアクセスすれば、そうすれば引数の名前が取れてきます。まあ、参考までにどんなメンバーがあるのか見ておきましょうか。はい、まあ、いろいろあのパラメータ一つにとってもいろんな情報がね取れるようになってるんですが、まあ、ポジションとかいいですよね。そのインデックスに相当するもの、あとパラメータアトリビュートとかはもうあります。対応するメンバーとか、因属性がついているか、この辺をそうかみたいなのもありますね。なんか is リトバル、これもそうですね。ちょっと微妙ですけど、あと LCID、 このあたりはね、あのこの2つは、コムに関係のあるものなので、まあ僕らもう無視してもいいかなっていう気もちょっとしてます。あとローデフォルトバリュー、オプショナルとかアウト属性とかですね。あとデフォルトバリューとかもありますね。デフォルトバリューですかみたいな、ちょっと、それ C でどうすんのみたいなのはちょっとありますけど、まあ、ちょっと置いときます。あとカスタムアトリビューツですね。もうこのあたりになるとね、C に落ちてどうなんだっていうのはあるので、もう、なんか、あの、僕らが知ってるもの以外は基本的に無視みたいなことになるのかもしれないですけどね。で、あと今、あの、取ってきた、そのパラメータの名前自身ですね。A とか B とかいうのが取れるはず。そして、パラメータの型ですね。イント32とか、あの、イント64みたいなのは、ここから取れるはずです。もし、型について参照する必要があれば、これを見ればわかると。まあ、あと、メタデータトークン。まあ、これ話してないですけど、まあ、すると長くなるんで、ちょっと今は省略しておきますね。で、デフォルトバリューを持ってるかどうかだとか、まあ、あの、パラメータ一つにとっても、まあ、こんなにいろいろ情報があるわけですよ。なんで、パラメータインフォが手元にあると、様々な情報をここから抽出できますってことで、まあ、これでいいんじゃないですかね。情報を取れたかも。やってみますか。あ、エラー出ました。エラー。何ですかね。キャノットコンバートフロムシステムコレクションズジェネリックスタックトゥー、直し忘れがありますね、多分。そうですね。これ、あの、IL データのアプライですね。これ直し忘れてますね、確かに。これは、アプライコンテキストが必須で渡ってくるので、これをそのまま、IL コンバーターのアプライに横流しすると。こういう感じですね。これでいいかな。まだエラーありますね。こんなの。
あ、まだありますね。直してないとこ。あ、テストコードですね。まあ、ちょっと機械的に直しておきましょう。アプライコンテキスト入します。で、空調を渡しておきますと。これね、引数どうしましょうねっていうのがあるんですが、まあ、幸いになることにというか、あの配列を渡すことになってるんで、もうパラメータ情報なしってことにしておきますか。パラメータインフォ0と。まあ、こうすればね、あのパラメータ数0、あの引数0個ということで、コンテキストが消化されるので、ここのテストとしては引数使ってないから、まあ、これでいいような気がしますよね。これ考えると、なんか、テストのこと考えると、ちょっとここ、パラメータインフォを本当になんか生のまま渡していいのかっていうのは、ちょっと疑問はありますね。今後テストしていく上で、やりにくいっていう意味で。で、あと、そうか、スタックのカウントですね。これは、エバリエーション、スタックのカウントに直しておくと。これでいいかな。取りましたね。じゃあ、テストも走らせます。エラー出ましたね。まだ何かあるか。なんだろう。これはキーノットファウンドですね。なんでだろう。ひょっとして IL コンバーター間違えてるかな。あ、ロードアーグ0を実装したけど、ロードアーグ1を実装してないですね。すいません。そりゃそう。ロードアーグ1、テストを先に書いて実装を後で書くっていうこの手法は TDD ってやつですけど、 TDD やってるとこういうメリットありますよね。なんか、ああやり忘れてるわみたいなのがテストはちゃんと検出してくれる。はい、これロードアーグ1でやることは、1番目の引数なので、このパラメーターズも1番目の引数を取る、あの参照するようにしてありますと。これでいいかな。はい、この辺ね、なんか引数定義がなかったらとか、そういう場合って、これインデックス番号1がないから、なんかインデックスアウトオブレンジエクセプション、じゃあアーギュメントアウトオブレンジか、エクセプションかなんかスローされるような気がしますが、これはそもそもなんか、あの IL のメタデータと、それからそこに格納されている IL が整合性取れてないって話なんで、相当異常な話なんで、まあそういう細かいチェックはまあしなくてもいいんじゃないかな。どっちにしろ、あの、ここで例外で刺さるので、まあやらなくてもいいかなって気がします。あ、まだダメですね。あ、なんか結果は出てる。あの、ソースコードは生成されてるのかな。int32 with arguments main body but was int32 with arguments main body あの引数定義がボイドのままになってますね。だからそういえばやってないんですね。はい、引数は今ここですよ。うん、固定的にハードコーディングでボイドって出してますね。これがいけない。はい、その通りです。すいません。直さないといけないですね。これどうやって直すかっていうと、まあ、ちょうど、あの、先ほど追加したパラメーターズが、あの、渡ってきているので、これを元にここの引数の並びを構成すればいいですね。これはまあ、リンクでちゃちゃっと書けば、あの、簡単にいけるでしょう。2を追加しておいて、で、あ、リンクで追加するって言ったけど、ちょっと微妙かな。ちょっとその前、あの、インラインで書かずに、ここで一旦出しますね。パラメータ、どうしようか。パラメータストリングとかにしときますか。なんか、いまいちですけど。で、これは、このパラメータスの名前を元に、リンクで作ります。セレクトパラメータ
ですね、型名、シンボル名ですね。で、型名は例によって、ゲットCランゲージタイプネームを使う。型自体は、型の情報自体は、ちょっと見えないですね。ごめんなさい。パラメータの中に、パラメータタイプっていうのがあるので、これを使えば型名が取れます。で、シンボル名はネームですね。さっきと一緒。ネームで取り出します。これで、一つ分のパラメータの変換ができたので、それでセレクトで N 個になっていて、で、これらを、すべて、カンマで区切った、文字列として出せばいいってことかな。そうですね。で、ストリングジョインに使います。カンマで区切る。なんかちょっと1行が長くなって微妙ですけど、ここら辺で切っときますか。こういう感じかな。はい。で、カッコ閉じる。はい。これでパラメータズストリングができました。で、これをこのままここに置けばいいんですけど、ですね、ここない場合、まあ、ボイドを置いときたいですよね。なので、こいつ、まあ、レングスが1文字以上だったら、これ、そのまま、そうでなければ、ボイドをする。まあ、こんな風にしておきますか。まあ、ちょっと0文字とかね、なんか微妙ですけどね。本当はなんかこのセレクトした結果をそのまま配列にして、文字列の配列にして、配列の長さがどうだったらみたいにした方がいいような気もちょっとしてるんですけど、まあ、こうしておきましょうか。はい。これでいいんじゃないですか。これデグレの可能性がありますよね。今まで、引数ない場合でずっとやってきたので、今回新しく引数追加したので、ここら辺に間違いがあると、そのあたり、違う結果が出る可能性があります。違う、結果になる可能性があります。なので、ランオールで、ちゃんと全部動かしておきましょう。お、まだダメですね。何ですかね。まあ、デグレはしてなさそうでしたね。int32t ってなってますけど、これはテスト間違ってます。テストが、いつもの癖で int って書いてますが、これは int32t ですね。こうですよ。こういうことですね。大丈夫かな？いいですね。こんな感じです。多分これでいいんじゃないですか。まずダメですよ。これ、多分ここの後ろのスペースですね。これどうしようかな。単に可読性の問題なんで、こう、要するにこういうことですけど。対応するのは簡単なので、スペース空けときますか。ここです。ストリングジョインするときのカンマの後ろにスペースを足しておけば、ちゃんとスペースが挿入されるはず。まだダメです。今度は何だ。なんでしょうね。バットはずなんか途中まで一緒に、合ってるみたいですね。で、A たす B じゃなくて B たす A になってるよってことかな。なんとなくそんな感じですね。ここですね。なんかスタックからポップした順序が逆になってるからってことですね。B たす A。こういうことですかね。これちょっと、
本当にそうなのかって疑問はありますよね。っていうのは今足し算なんで、あの A たす B だろうか B たす A だろうか一緒ですよね。でもなんか割り算とか引き算とか割り算だとまずいような気がしますよね。なんかひょっとしたら間違ってるかもしれない順序について。まあとりあえずこのままにしときましょうか。ダウンロード、ああ通りました、全部通りましたね。よしよしよし、いい感じです。できたじゃないですか。引数ね、引数をあの取り込むコードいけましたね。これあのゲットCランゲージタイプネームっていうメソッドがあるんで、あそこがちゃんと型を返すようにすればどんな型でも対応できるはずですよね、理論上。まあここの引数のそもそもこの扱いが、まあ、Cシャープと C で、あの今同じですけど、あの複雑な型になると当然変わってくる。ポインター渡しがどうだとかいうようなことが絡んでくるんで、まあ、後々このままってわけにはいかないでしょうが、まあ、こうパラメータ、あの引数の渡し方についてはこれで良さそうな気がします。はい。じゃあ、ちょっとこれ、コメントしておきましょうか。シャープ66、はい、いいですね。はい、じゃあ今回はこの int32 with arguments メインボディっていうのを実装して、その引数がある場合、まあ単純にイント3の値ですけど対応させました。イント64の場合はどうなるんでしょうね。まあちょっと気になりますね。なんかまあとは言ってもですね、ロードアーグって型あんまり関係ないんですよね。とにかく引数0番目とか1番目とか指定して、その引数の値、何らかの値を取ってくるっていうだけの代物なので、なんかどんな型になろうがロードアーグ0で全部取ってくれるんですよ、ロードアーグ1とかで。なんでその流れでいくと、なんかこのままで少なくともまあイント32とかイント64ぐらいは問題なく動くような気がしますよね。まああとテスト足してもいいかもしれないですけども、はい。というわけで今回はここまでにします。まあ、次回は今のじゃあ引数ロングについてのパターンもちょっと見ておくか、あるいはここですね、これでいうところのこっちの方をもうちょっと見るか、これかな、この辺り見ていくか、まあ、フロートとかダブルとかあるんでね。まあ、まあ、って言ってもあんまり大したことないような気がするな。フロートダブルまでやっても。この間言った通り、キャラ型に入るとちょっと微妙かなと思いますけど。で、パラムズはもうちょっと今の段階では無理なので、無理。そう考えるとですね、その今まで作ってきた、その、アイルコンバーターとかの、その構造。まあ、今回、アレイ、コンテキストっていうの、アプライコンテキストっていうクラスを導入するって感じで、まあ、少し構造に手を入れましたけど、まあ、分岐のサポートのあたりでかなりいじらなきゃいけないような気はするので、もうこっちを先にやっといた方がいいかもしれないですね。この辺やり始めると、そうするとアイルコンバーターが増えるじゃないですか。で、その分岐のサポートで、いろいろその構造全体に手を入れなきゃいけなくなると、リファクタリングでそのあたりも全て追加したやつを直さなきゃいけなくなるんで、大変なんですよね、きっとね。なんで、先に分岐のサポートに行った方がいいような気がします。なんかすごく大変そうですけど、山が、第二の山ですね。第一の山はどうやって、評価スタックでやり取りされるのの、その、リテラル値とシンボル名をこう追跡するかみたいなのは、評価スタックを模倣することで実現しましたけど、それじゃあなんとなくいかんっぽいので、実際のところどうするかみたいなのを考えなきゃいけない。ちょっと重い、テーマがここにありそうですね。ということで、次回、そのあたりからやりたいと思います。
視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。